はい、おはようございまーす。てか、こんばんは。どうも、コロンです。いや、そんな入れます？はい、いや、ちょっとあの夜の時間なんで。さあ、今回はですね、これ見てください。非常にこの大きな荷物が天守閣に届きましたので、こちら開封を行っていきたいと思います。お願いします。いや、かなりこれ実際もすごい商品になってます。はい、ちょっとじゃあまずちょっとハサミがないので、ちょっと使い切りで、うん、失礼しますね。こんな、見たことない。分かった分かった、うん、女性とは前にしっかりこれでね、ケアもさせていただいてますんで。で、これ爪切り使う男性どうかって、どうかって、何いや、普通ハサミ、あとないから、この家庭には。うん、家庭って言うの、おめえだ。分かった分かった、お前も持ってんのか。じゃ俺のハサミどこにあったの？知らんよ。お前に貸したぞ。はい、はい、そうか、ハサミは。いや、お前ハサミ貸してっつってた。はい。はいとかじゃなくて。ちょっとそれでは、開けてまいりましょう。人のハサミ借りてなくしました。うん、分かった。女性の皆さん。女性はもういいって知ってるから。知らねえ、こんな気持ち悪い。はい、こういう、こういう開け方とかもいいよ、破り方。うん、その一番遠いとこから開けんな、もういいか、カメラ向いてないの、全然カメラと、こっちとか開けてくれんなら分かるんだけど。開きますよ。おお、めちゃくちゃでかいです。ちょっとじゃあまず中身出しちゃいましょう。いや、もう見えてますよ、右下に。はい、こちらですね。まあ、FC 東京のスポンサーさんでもおなじみです、この西川のエアーのマットレス、ついに届きました。はい、買う時にツイートしたんで、知ってる方もいらっしゃるかもしれないですけれども、私もポンピも買いました。これで本当に睡眠環境が爆発的に上がりそうです。早速開けていきましょう。お願いします。はい、え、何ニヤニヤしてる？いや、楽しみだ。でしょ、でしょ、うん、うん、でしょでしょ。信じられないことが環境になるよ、これは。うん、でかいな、これ。やめろ、うん、よいしょ。かなりの大きさになっています。早速開けていきましょう。はい、すいません。え、何で？いや、今日はね、あの、先ほどのボスナーさんと配信を行ってましたんで、はい、あ、程よく、体がね、いい感じに疲れている状態です。おお、でかいね、マジで。こんなネックル、あ、ネックルしちゃうんだよ、間違えた。はマットレス見たことないよ。おお、すげえ。ちょっとじゃあ早速、うん、じゃあ外していきます。はい、おお、おお、すげえ。これ何？なかなかでかいすぎる。あ、そう、でかいから延長したんだ。はい、エクステンションなんちゃらみたいな。はい、それじゃあ、これはなんでてめえらに言ってんだよ。おい、ごめん。え、じゃあ、大丈夫？え、ら大丈夫？おい、まず起きろって。続けてじゃん、どっけ。今負傷した。うん、だからこうってもうビッチ外出て一回も早く。お前風呂入ってねえ。入ったよ。いつ。いや、誰どっから来たの？いえはい。いや、普通、うん、配信直前に入ったよ。分かった、ちょっと俺がもう入ってないからな。ダメだろ、むしろ汚い。それはこの後入ります。私身長高いんで、この長身パーツを付けさせていただきました。一旦まあこれでいいでしょう。おお、この数十センチ歩くかぐらいで変わるの？いや、変わると思いますよ。じゃあ寝てもらいます。うん、じゃあちょっと寝ます。なんで？いや、違う。おお、これはすごいわ。あ、全然違う。なんて表現したらいいんだろう。ほんと優しく体全体をギュッて包み込んでくれるようなね、そんな食感を感じます。え、何してるんだ。靴下で上がんだな。食感って何？いや、食感っていうか、その感触あります。あ、寝返りとかもいいね、これかなり、いや、本当にすごいいいわ、マジで。これ、東京の選手も多分、本当使ってるだろう、マットレスです、これは。背向けて喋んの。これはすごい、マジで。いや、これ、本当ね、毎日寝るの楽しみになりそうです。
。はい、そうしてください。そうしてくださいとかじゃなくて、じゃあもうあとはこのカメラ一回渡すんで。はい、大変なやべっちなんちゃらみてえな、やべっちなんちゃら、いやいや、なんだっけその潜入する、なんだっけあのクラブごとのやつ、デジッチ、あ、デジッチみたいな。はい、はい、で朝起きたら自分で撮ればいいってことですね。いや、まず寝る直前とね。はい、寝る直前と起きてすぐ、はい、撮ってください。わかりました。ちょっとこの後じゃあシャワー浴びて、またカメラ回したいと思います。はい、ありがとうございます。はい、はい、ええー、デジッチはこれから寝ていきたいと思います。よしよしよし、ほんともう寝るのは楽しみだ。で、一応全身映るかわかんないですけど、最近はですね、このユニクロさんのエアリズムコットンパジャマというもの、非常に着心地よくてハマってます。寝るときこれ着てます。ちょっと角度的におかしいかもしれないですけど、寝る前やっぱここストレッチしておくとね、寝起きの状態も非常にいいんで、しこも踏んでね、こんな感じでやっていきます。よし。ちゃんとシーツも敷きました。いやー、これはすごそうだ。ゆっくり寝たいと思います。また朝お会いしましょう。あ、おなら出ちゃった。おはようございます。さあ、ということで目が覚めました。現在時刻はですね、9時半ぐらいとなっております。まあ、非常にちょっとね、新しい布団が良かったのが、8時間ぐらい熟睡させていただきました。いや、感想なんですけど、これめちゃくちゃいいです。今までの布団に比べてね、起きた時のこのやっぱ体の軽さが全然違いますね。こんな感じですね、どんな体勢で寝返りを打っても、適度な硬さで、適度な硬さでですね、この体を受け止めてくれるので、いや、ほんと、本当に寝心地がいいです。マジでかなりこれは素晴らしいマットレスになります。さすが我らが西川慎吾さん。しかもちょっとわかるかな、これ、今頭ここら辺でこんな感じなんですよ。今ここの部分延長してるんですけど、自分身長が191センチ、まあちょっと合コンとかではね引かれてしまって189センチってことにしてるんですけど、ぐらいあるので、これほんとつけてよかった。これつけないとね、多分足はみ出してたんで、今後はですね、非常に最高な睡眠ライフを送れそうです。毎日の睡眠が楽しくなりそうです。さよなら。この動画いいと思ったら高評価お願いします。